リアの東の海岸、東岸をサンマリノからなお南に向かって下っていきます。地図で見るとちょっと出っ張っているところがあるんですね。ここは完全に寄り道なんです。というのは高速道路から外れるんですね。だけどぜひここも回っていきたいと思って向かってみました。それで走ってみるとちょっと上り坂になって森に入ってきました。これまでイタリアに入ってだいぶ走ってきましたけれども、深い森や森林と言えるようなところは、北部のコモコ周辺やドロミテなどを除いてなかったんですね。それがここで深い森に入りました。素晴らしい緑のトンネルが現れてきました。そしてもう一つ素晴らしいことがあったんですね。小鳥の鳴き声です。これはカメラに収めるというわけにはいきませんので、ちょうど持っていた iPhone に録音しようと思って録音してあります。どうかお聞きください。この写真の看板を見ていたときに、この方が車で来られて話をさせていただきました。そうすると大学で教えておられた先生だったんですね。そして SLO という車のナンバーで、私思い浮かばなくて、どちらからですかと言ってお聞きしました。私のその当時の知識ではユーゴスラビアが分かれていくつかの国になったということを知っていたんですけども、クロアチアとかボスニアあるいはセルビアなどしか頭に浮かびませんでした。そこで先生にこの SLO どういう国なんでしょうかってお聞きすると、スロベニアと言って教えていただきました。このスロベニアに行ったら、ぜひ先生を訪ねるということを約束して別れました。これから、トゥールッリという円形の円錐形ですね、その石を積み重ねた、お家を見に行きます。それはアルベロベッロというところなんですね。前の写真を撮っていた時に車でこのご夫婦が来られました。この方々はルーマニアから観光に来られたというんですね。